グランプリ100。さあ、3キャラは使ったから、ヘイホーとヨッシーがいけると。じゃあ水ヨッシーだ。 B ダッシュ、 B ダッシュはバランス型、割とスピードに置いたバランス型だから、合わせるのは加速、曲がりやすさ、スピードを上げつつ曲がりやすさもあって、重さ、これかで加速追加かな。加速追加ならこれかな。ゼルダカップ、ありがとうございます。ゴー。お、ちょっと早すぎるかもよ。Bダッシュ。スーパークラクション。キノコ。ここだ。Bダッシュは割とドリフトの軌道が俺は使いやすいな。ポン、まあ、ヨッシーっつったらブルーヨッシー、スーパーマリオワールドで基本的にお世話になるのはこいつだよね。これぐらいならいけるか。あっ、バナナのキャワよ。さあ、アイテムは変えながら。キノコ出てんじゃん。どこで使うかなんだけどな。最後かな。ダメだ、タイミングが悪い。どの辺ぐらいから行けばいいんだろう。この辺ぐらいでもいける？いけるね。結構いけますね。いけいけ、誰もついてこない。俺の B ダッシュは早すぎるんだ。そう、マリオワールドはヨッシーに乗った方が B ダッシュは速くなる。まあ、もうマリオワールドの時 Y ダッシュだったけど。よし、いまいち。解くかな。最後の最後で、スネピオが遅くなってないんだけど、あれだな、さっきのあれが罠なんだよな。コインを取りに行くと詰まるっていう。レインボーロード。ちょっとこれはあの真ん中のショートカットジャンプを成功させて。あー、でも取れてねえ。よし。おお、ギリギリすぎた。
からの、おお、ギリギリパックンだ。うそー、お前俺を止めたな、俺を止めたな。ちょっと飛んでみるか、どれぐらいいけんだ。全然150ならいけそうだな。まだ1周目だからね、いろいろ試しとこうと思って。後ろからスターが来る。集団に巻き込まれるといろいろやばいんだよ。怖っ。コインをゲットしつつ、この辺よし、悪くない。おお、接触してしまった。大外一気にキノコがあれば、キノコなどない。こっちかな。悪くないぜ、一気に抜き去ってやったわ。最後のコインは諦めた方がいいな、危ないわこのヘタレっぷり。ショートカットにはいかない。そのくせちょっとキノコには期待をする。ダメだけどね。ドリフトの角度が危ない。よーし、やってくか。ツルツルツイスト。ここもショートカットあったな。 B ダッシュは割と使いやすいから行ってみるかな。基本は緑と黄色はインに入り込むように走った方が早いのかな。 あでもこれこっちに行っちゃうとそこになっちゃう。んー、ここか。大外から回ってよし、行って入ってまっすぐ行くとショートカット。おー、いけ、あー、こんなになってんの。結構前の方まで持ってきてくれてありがとう。なんか言えなかった。前の方まで持ってきてくれて。もっと擦る。早くてよかったと思うべきか。サンダーと投げ増率が高すぎ。バーカメ直撃させてやった。でインに入って、もう一丁行ってみるか。大外飛ばなくていいんだな。飛んで、ここはだいぶ右に寄っとかないと危ないな。前が見えん。慣れてないコースで前が見えないのは辛すぎる。よし、2周目だな。これいっとくか。ここもわあ、ダメだ。嫌な予感しかしない。3周目やめておこう。実戦で練習は危なすぎる。こっちは十分使えるぐらいになったな。こうインに入って降りてそのまま飛ぶ。よし、よっ、危ない危ない。インインイン、トゲソー来てるな。間に合わないだろ、
間に合ったけど、まあ大丈夫か。あぶねそしてハイラルサーキット、やっぱルピーなんだな。ゴー、テテテテテテテ、キノピオ来るね。わ、早いうちにコインを貯めといて速度アップ。ここだ、かわしてやがる。ダダダダン、ポン、いいんだ。怖いな、ユニターボで抜けていこう。基本パックンフラワーと同じだね。何来る、バナナの側だ。赤は食らわんよ、サンダーは食らうわ。まあ飛び終わった後でよかった。よし10枚復帰。1ルピー、5ルピーとか10ルピーやったら面白いのに。だだだ、キノコだ。ショートカット使ってみようかな。確か開始時にあったよな。ここここよし、2個あったらこのまま切れるな。あ、キノコが、後ろがそんなに離れてないぞ。なに、ヒロリルリルリン。何かの謎が解けたのか。この鳥もコッコになってたりしたら面白かったね。よし、ゴー。あ、そういえばなんかあったな、城の中で雷を落とすとショートカットが出てくるんだったかな。その音か。でも1位走ってたら見ることないからな。ハイライトが選ばれたのはレインボーロードだ。眩しい。見たまえこの素晴らしいジャンプ。食べるよ、パックン食べるよ。直撃。人とやるとあそこは危ないな。あそこはバナナを置く場所だよ。水色よし。ゼルダカップ完了。